ヘンリー・ヴィンセント・ハバードはアメリカ人のランドスケープアーキテクトとプランナー。全米での公共造園学方面における主要人物としてハーバード大学教授を務め多くの著述とユニークな教え方で知られる。全米におけるランドスケープアーキテクチャ研究での学位を獲得した最初の人物でもある。マサチューセッツ州タウントン生まれ。 地元タウントンの高等学校を卒業後、ハーバード大学に進学し1897年に卒業。その後マサチューセッツ州の工業技術専門学校で1年間工業を学んだ後、1998年にフレデリック・ロー・ウォルムステッド・ジュニアが教鞭を取るハーバード大学造園科に入学。また同年夏にはフランスやドイツ、イギリスなどヨーロッパに留学しており、 1900年には設計共同組合組織のオルムステッドブラザース社会員となって勤務し始めている。1902年からはオルムステッドジュニアと動物園研究のほか、フランスとイタリアの庭園や全米各地の国立公園、ニューファウンドランドや北部名園州から北、カナダまでの旅を続けている。1904年に卒業後、当時ブルックラインにあった。 オルムステッドブラザーズの事務所に入所。1906年にランドスケープアーキテクチャを教えるために母校に戻る。以降33年もの教育期間に、彼は地域と都市計画と一緒にランドスケープアーキテクチャの職業開発に焦点を当てる。ハバードの担当クラスでは他の教授とは異なり、実際の設計上の問題を使用するスタイルをとる。1910年に助教授。 1912年には、ハーバードスクエアの改造委員会に協力するよう、ローウェル大統領に委員に任命され、1915年から、ハーバードヤードの処理における貢献で、大統領顧問に任用されている。1917年、ハバードは、大学の教科書用に妻であるテオドラ・キンブルと、共同執筆した、アンイントロダクション・ツー・ザ・スタディ・オブ・ランドスケープ・デザインを刊行。 この本はランドスケープアーキテクチャ教育のための標準的なテキストとなり、ハーバード大学で造園設計を専攻する学生たちからは長年にわたってバイブルだと見られてきた。この本でハバードは庭園デザインを人為性形式と自然風土にスタイル内容を分類して論じ、それはまた古典形式であるヨーロッパの洗礼の変化との仕様について説明。 設計者の多くに空間コンテキストの条件が変則的かつ社会性を認識するようなアプローチを提示している。類型論的と絵画的なアプローチに基づいて強調するボザール様式、そのモダンなデザインが呼び出されている。1925年、彼は雑誌、ランドスケープアーキテクチャーを創刊し、その雑誌の編集長となる。また別の雑誌の編集長も兼務した。 大学では造園教育のほか、1929年には都市計画クラスを開講。大学外ではまた、アメリカ造園学会のランドスケープデザインを担当。このほか、アイオワ州の近隣都市計画、バージニア州ヒルトンビレッジ計画、ハーバード大学、チャールズ、D ノードンチェア地域計画を手掛け、国土計画パイオニアとして、名を馳せた。 ハバードが影響された主なものの一つに、ドイツのヘルマン・フォン・ピュック・ラームスカウが、辞書誘致に展開した、ムスカウエステートのランドスケープデザインがある。ランドスケープデザイン分野でのピュック・ラームスカウについて、ハバードの研究紹介においては、自身のデザイナーとしての仕事における豊富な、実績だけでなく、造園に対する思想方面を重視している。このため、ハバードの著書から、 アメリカのランドスケープアーキテクトラにピュクラームスカウの作品が後の世代に知られるようになった。1929年、ハーバード大学出版から再び、テオドラ夫人と私たちの都市、京都、アス、合衆国における都市計画とゾーニング進展調査を刊行。ありがとうございます。